ジュノンがソータを起こすシーンが話題。B、ファーストとアーティーズがロサンゼルスで見せたハッシュハッシュライブパフォーマンスの裏側。ジュノンとレオの感動的な瞬間を公開。B、ファーストとアーティーズが一緒に作り上げたハッシュハッシュは、ファンにとって特別な瞬間となりました。ロサンゼルスの眩しい太陽の下、彼らはパフォーマンスで観客を魅了し、新たなファンを獲得しました。 特に注目を集めたのはメンバー間の温かい交流や舞台裏のエピソードです。ジュノンがソータを起こすシーンやメンバー全員が楽しそうにしている様子がファンの心を捉えました。ロサンゼルスでのライブパフォーマンスは B、ファーストとアティーズのファンにとって忘れられない体験となりました。特にジュノンとレオがソータを起こすシーンは多くのファンから可愛いと称賛されました。このシーンは まるで家族のような温かさを感じさせ、ファンに親近感を与えました。また、聡タの寝顔やバスローブ姿は、彼の無邪気さと愛らしさを強調し、多くのファンの心をつかみました。ライブパフォーマンス自体も素晴らしく、観客はその場のエネルギーと熱気に包まれました。B、ファーストトアーティーズのステージは、プロフェッショナルな技術と情熱が融合したものであり、観客を魅了しました。 特に、ジュノンの堂々としたパフォーマンスや、レオのカリスマ性が光り、多くのファンが感動しました。また、ソータのダンスとエネルギッシュなパフォーマンスは、観客に強い印象を与えました。ファンからの反応も非常にポジティブで、多くの人々が SNS で感動を共有しました。あなたたちのステージは本当に素晴らしかったラでのパフォーマンスを生で見れて幸せ、といったコメントが溢れました。また、 一部のファンは彼らがアトランタにも来てくれることを願っていました。このようなファンの熱い声援はアーティストにとって大きな励みとなります。ロサンゼルスでの滞在中、B、ファーストとアーティーズのメンバーは多くの思い出を作りました。彼らは地元の観光スポットを訪れ、食事を楽しみ、ファンとの交流を深めました。特にジュノンとソータが一緒に過ごす時間は、 彼らの友情の深さを感じさせました。また、レオのリーダーシップとサポートは、メンバー全員が安心してパフォーマンスに集中できる環境を作り出しました。このような背景がある中で、彼らのパフォーマンスは一層感動的なものとなりました。観客は、ステージ上のエネルギーと情熱だけでなく、舞台裏でのメンバー間の絆や友情にも感動しました。このようなストーリーは、 ファンにとって非常に重要であり、彼らの応援の原動力となります。b ファーストとアーティーズのコラボレーションは、単なる音楽パフォーマンスにとどまらず、文化や感情を共有する場となりました。彼らの音楽とパフォーマンスは、ファンにとって特別な意味を持ち、彼らとの絆を深めるきっかけとなりました。このようなイベントがあるたびに、ファンは彼らの成長と成功を見守り、応援し続けるのです。 そしてこの「ハッシュハッシュ」という曲は彼らのキャリアにおいても重要な節目となるでしょうこの楽曲は彼らの音楽的な才能と創造性を示すものであり多くの人々に感動を与えましたまたこの曲を通じて彼らは新たなファン層を獲得しさらなる成功へとつなげることができるでしょうファンとの絆を深めるために彼らはこれからもさまざまな活動を続けることでしょう SNS を活用したファンとの交流や、新しい楽曲のリリース、ツアーの開催など、彼らの活動は多岐にわたります。特に、ファンとの直接の交流は、彼らにとって非常に重要であり、これからも大切にしていくことでしょう。このように、B ・ファーストとアーティーズのコラボレーションは、音楽業界に新たな風を吹き込みました。彼らのパフォーマンスと音楽は、多くの人々に感動を与え、 ファンとの絆を深めました。これからも彼らの成長と成功を見守り応援していくことでしょう。彼らの次のステージに期待することはそれぞれの個性がさらに発揮されることです。B、ファーストとアーティーズは異なるスタイルと背景を持ちながらも共通の目標に向かって一丸となっています。そのため次のステージでは 個々のメンバーが持つ特別な才能や魅力がより一層引き立つパフォーマンスが見られることを期待しています。特に、ジュノンのカリスマ性やレオのリーダーシップは、グループ全体のダイナミズムを高めています。ソータのエネルギッシュなダンスパフォーマンスや他のメンバーの独自のスキルも、次のステージで新たな光を放つでしょう。これにより、ファンはますます彼らの成長を感じ、応援する意欲が湧いてくるはずです。 次のステージでは、これまでの楽曲に加え、新たな楽曲やパフォーマンスを取り入れることで、観客に新鮮な驚きを与えることができるでしょう。また、異なる文化や音楽スタイルを融合させることで、より多様な観客層にアピールすることができます。例えば、異なるジャンルの音楽やダンススタイルを取り入れたり、他のアーティストとのコラボレーションを増やすことで、さらなる成長と進化を遂げることができるでしょう。 彼らのパフォーマンスには、観客を魅了するだけでなく、深い感動や共感を呼び起こす力があります。これは、彼らが単に技術的に優れているだけでなく、真摯な情熱と努力を注いでいるからです。観客はその姿勢に共感し、彼らを応援し続けるのです。また、彼らの舞台裏でのエピソードやファンとの交流も、ファンにとって大きな魅力です。 彼らの人間味あふれる一面やメンバー同士の絆が垣間見える瞬間はファンにとって特別な意味を持ちます。これからもそのようなエピソードを大切にしながらファンとの絆を深めていくことでしょう。さらに彼らの活動が音楽業界やファンコミュニティに与える影響も見逃せません。彼らの成功は多くの若いアーティストやファンにとってのインスピレーションとなり、 新たなな夢や目標を持つきっかけとなりま,すまた彼らの活動を通じて異なる文化や国の間に架け橋が築かれることも期待されます彼らの音楽とパフォーマンスが持つ力は教会を超えて広がり多くの人々の心に響き渡るでしょうこれからも B ・ファーストとアーティーズの活躍を見守りながら彼らが作り出す新たな音楽の世界に期待しましょうファンとして 彼らの成長を応援し、共に喜びを分かち合うことができるのは、非常に素晴らしいことです。あなたはどのような瞬間に彼らのパフォーマンスに感動しましたか次のステージでどのような新しい試みを見たいと思いますか彼らの音楽やパフォーマンスに対する期待や希望をぜひシェアしてください。あなた自身の音楽に対する情熱や経験も、彼らの成長を見守る一助となるでしょう。 最後に、彼らの音楽とパフォーマンスに対する情熱と努力に敬意を表します。彼らの成功は、ファンの熱い応援と彼ら自身の努力の結果であり、これからもさらなる飛躍を期待しています。このハッシュハッシュという曲をきっかけに、彼らの音楽の旅が一層輝かしいものとなることを願っています。あなたはこのようなライブパフォーマンスやアーティストの交流に興味を持っていますか 彼らの次のステージで何を期待していますかあなた自身の音楽に対する情熱や経験をぜひシェアしてください。